よし。え？え？ルザック？どうしたどうした？お疲れ様です。ルザックお疲れ。お疲れ様です。え、なんでわかったの場所？わかってきました。え、やば！これ差し入れです差し入れ。え、なになに？え、やば！え、いいの？あとこれ掘り残しなんか取っちゃったんで。ありがとう。え、困ってください。ありがとうルザック。え、マジで助かるわ。困ってください。このなんだっけ、このしこいつ掘りながら経験値貯めてたのよ。はいはいはい。使ってください全部。え、やば。え、もう全部使うわ。ありがとう。お疲れ様です。お疲れルザック、わざわざありがとうね。困ってください。また今度なんかやろうね。はい。はい、ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。優しい。や待って、やば。いや、これはかっこよすぎるわ。え、てかよく場所わかったね。だからちょいちょい座標出してたは出してたから、なんとなくそれ見て来てくれたんだ。うわ、やば。え、これはかっこよすぎるわ。ちょっとやばい、待って、本当に感動してる今。早速使わせてもらおう、もうこれは。うわー、しかもピンポイントで欲しいもの。うわー、後悔してた。ルーザーイーツ来ちゃった、ルーザーイーツ。うわ、これはかっこいいわ。やば、ザックンありがとう。やーべえ、マジか、普通に感動するわこれ。あー、だいぶもうこれでいいや。じゃあいちいちね、この、いやでもルザックン来たことに嬉しすぎてネザークォーツが言えなかった僕この白いのずっと掘ってたんだよとか意味わかんないこと言っちゃってたもん。やーばー、え、マジでえぐい、これ掘れてまうな。残骸部差し入れ、うわー、え、ちょっとマジで感動してるわこれ。あったけーな、あつくらな、あつくらって最高だな。畑に贈り物あります、前向いていきましょう。バイ帰宅部、いや、まさかの、残骸から帰ってきたら残骸あります、畑にまだ。これは帰宅部の皆さんからかな、前ってなってるわ。え、すごい、これ優しい贈り物が届きました。やば、かっこいいなこれは。粋だな、やることが、やることが粋ですね。おー、前ってなってる、ほらすげー。だいぶこのピカーシも活躍してくれたな、ギリギリの状態で。満身創痍のピカーシ、今日はマジで厚倉あったけえよ。いいことたくさんあったな今日。ルザックンは迎えに来てくれるし。でもルザックン来なかったら多分最後絶対10スタックまではいけなかったよね。あんな掘れてないもんね。下手したら100個とか変わってた可能性あると思うね、ルザックンがいなかったら。マジでマジであると思うよ。10スタックどころか9スタックもいけたかなぐらいだと思う。スラッシュの耐久きつすぎて多分寄り道しながら掘らないといけなかったから、マジであれきつい時に超効いたわ。しかもあれ何がすごいって、まあコメントでもあったけど、今どこにいますかって聞くと絶対止まっちゃうじゃん、ルザックン来るのかなみたいな感じで。それを言わずに気を使わせないで来るっていうのがマジでポイントが高すぎる。結局止まったりとかね、それによって効率が落ちちゃうんだよ。ルザックンの株が上がりまくった回でした。これしまった。